電柱ウォーマーニッタプリーズ、あるいは短くニッタとは2005年にテキサス州ヒューストンでニットグラフィティムーブメントを始めたアーティスト集団である。ニッタは街灯の柱やパーキングメーター、電柱、標識などの公共物をニットやクロシェで覆うパフォーマンスで有名になった。これは一般にニットグラフィティ、ヤーン・ボミングと呼ばれている。彼らの使命は ストリートアートをもうちょっとだけ温かみがあって柔らかなものにすることである。2007年の終わり頃にはニッタのメンバーが12人を数えるまでに成長していたが、その後は次第に活動が縮小していき、ついにニッタには創始者一人だけが残った。しかし活動は続き、各地を旅してはニットグラフィティを実行している。 ニッタのフォロワーというべき集団は国と地域を問わずいくつも現れた。マグダセイ英グをはじめとして様々なグループがアメリカをはじめ世界中で独自のアートを披露している。この組織を始めたのは独学でニッタとなったパリカートンことマグダセイ英グである。セイ英グは2005年10月に アクリレックとこのグループを立ち上げ、自分たちの仕事が終わらぬことへのフラストレーションを発散する方法を見出そうとした。始まりは、ヒューストンにあったセイエグのブティックの正面玄関についていたドアノブのコージーであった。彼女はこの作品を気に入ったが、通行人の評判も大変に良かった。この時に頭の中でパッとひらめいたのよね。グループの名前や、 ここのメンバーのニックネームはグラフィティみたいだけど編み物の言葉が入るようにという気持ちから付けられた。手芸の専門用語がヒップホップ風にアレンジされ、綴りも伝統的なストリートアートの名前に近づくように置き換えられた。パリカートンとアクリリックは二人が自分たちで付けた名前で、他のメンバーの名前も二人が決めた。かつて在籍していたメンバーには、 ナトリアス NIT やソネバスティッチ、P2 手がいる。2007年には、ニッタのメンバーは12人を数えるまでになり、世界各地に推計で5組から12組の模倣者が現れた。2009年に、さらに人気が高まり、オーストラリア、シドニーの学者検索家のエミリー・ハウズによれば、北欧、日本、南アフリカ、そしてアメリカでゲリラ的なニットグラフィティが確認できた。 しかし、ニッタのメンバーは、次第に離脱し、ついに創始者であるイ服を残すのみとなった。スプレーアートでいう、タギングが行われるのは通常金曜の夜か日曜の朝であった。ニッタは、ニッタプリーズ、ワダップーニッタのスローガンを記した紙のタグを、個々の作品につけていた。彼らの活動の対象は、街路銃、街灯、ガードレール、消火栓、 記念日など様々な都市的インフラに及んだ。何かをニットで覆うだけでなく、電話線にぶら下げたニット素材のスニーカーも好評だった。記念日に作品のテーマを合わせ、祝賀することもあった。例えば、バレンタインの作品にはピンクの糸を使い、年の初めには光沢感のある糸を使うといったようにである。こういったテーマによらず活動するときは特定のターゲットや、 特定のエリアにタギングが行われた。ニッタやそのフォロワーは自分たちのグラフィティを公共空間を美化する手段だと捉えていた。しかし、こうした活動はアメリカの州によっては器物損壊とみなされた。ツリーハガー2006年、ニッタはニューヨーク市を訪れ、初めての大規模な作品を作り上げた。 メイリングリストで募ったボランティアに寄付してもらった15メートル以上の長さのニット生地を使い、モノレールの柱の上半分をラッピングしたのである。ニッタはまたアメリカ各地で依頼を受けてタギングを行い、自分たちの作品世界を披露した。他に大きなプロジェクトとして2006年5月にヒューストンで毎年恒例のアートカーパレードに合わせ、 アレンパークウェイの分離帯にある25本の木すべてをブランケットで覆うというタギングを行ったこともあった。その後、メンバーはロサンゼルスのスタンダードホテルに招待され、流行に敏感な顧客のために、いわゆるトレンドセッターのデザインとコンセプトの元ガラスの箱にタギングを行った。フランスで最初のケートメーカーであるベルジェールドフランスの60周年には、それを祝い、 街の景観に新たな命を吹き込むため、ニッタは同社からパリに招待された。フランス滞在中、彼らはノートルダム大聖堂にもタギングを行った。ニッタの作品は、ロンドン、シドニー、ローマ、プラハ、モントリオール、メキシコシティ、エルサルバドル、スウェーデン、オランダ、ドイツ、ルクセンブルク、そして中国の万里の頂上の頂でも見ることができた。 ありがとうございます。